暑い、暑くて、暑くてやばい、暑くてやばい、暑かった、おかしかった。
ょっとして大輝くんのみゆきさんのこと聞こえてましたか。まだ体調が安定したばかりなんです。ショックでまた悪くなってしまったこと怖くて言えなくて。どのようなご病気ですか。再生不良性貧血です。検査をしたら奇跡的にみゆきの造血細胞が適応したので移植したんです。やっと良くなってこれなら学校にも行けるねって言ってたのに。早いね今のノイズ。
こんなに食べてる。よ
Thank you.
足取り踏むのに注意してください。これで東京にいながら大阪の基地局を使って会話をすることができるというわけです。その後は速達で携帯を返送する。ああ、そういえばあなた警察への通報はみゆきさんの携帯からなさったそうですね。手元にご自分の携帯がなかったからではありませんか。じゃあ久保はみゆきさんに付きまとっていた。みゆきさん自身はっきりと確認したわけではありません。もし付きまとっていた男が顔を隠した福山さんだったとしたら、一般と取締りの意味に注意してください。みゆきさんを殺害したあなたは
分ができる限りみゆきを大切にしてきた。だから親と縁を切ってまで結婚した。だけど結婚した後事件の記憶は消えない。みゆきには言わなかったけど、ずっと苦しみから耐えてきてたんです。どれほど苦しんだか考えたことがありましたか？